どうも皆さん、おはこんばんちは、アニジャです。お待たせいたしました。アニジャが実況するファクトリオ、続きをやっていきたいと思います。残り鋼が315。さあ、ちながりね、こうもうでも終わりますよ。これは完全に終わんのかな。まあね、もう毎分何個かずつ出てますからね。はい、ブーブー言ってる。もうでもあっちに行けばほぼ終わりでしょこれ。なんかぶつかった。バイーン。この車の運転にもだんだん慣れてきた。さあどうだ。これ結構来てるんじゃない。あ、いや、あと300。結構足りてないね。ここからもう一生懸命ねやってるはずなんですけどね。ガーネ、足りないからか。鉄がないのか。よし、ちょっと明るくしないとね。オッケー。明るい年明けですよ。ピューピュー打ってる瞬間にもう電池がないという。手榴弾とかあんじゃん。あとレーダーもあるな。レーダー作ってみるか。ほい、結構下の方まで見えるようになるっぽいね。あとちょっとですよ。あと140本。結構頑張って溶かしてるとは思いますよね。まあまあ、じゃあどうしようかな。あ、ここをやることがなくなっちゃったんだね。はい、ちょっとこの中でね、溜め込んでもらって。
いやーでも結構頑張って作ったね。まんべんなくダメージが。こんなに壁持っててもしょうがないからな。すごい。グレードアップしてる。もうこれでね、入ってくることはできないでしょう。開ける。あと40、50、100個ぐらいじゃないか。あと61個。もうこれも時間の問題ですよ。なんかスキャン続けてるな。いやー今ね、まさしく感動の瞬間が訪れようとしております。この電子基板っていうのを使う、違う、こっちか、発展基板といろいろあるんだよな。のモジュールだっけ、これか、エネルギー効率モジュール、これがあるともう本当に簡単に玉が作れたりとかするっぽいんですけど、全く使ってませんでしたね私は。ええこんなもんか。あ、銅板が全部こっちに移してたから、これでどうだ。あと30、あと30本だよ。もういちいち全部の箱をやるのめんどくさいから。さあおー来た、これもういけるでしょう。さあ今感動の瞬間が、準備完了、イエース、やっとここと別れた。すげえな、小型ファイター超倒してるじゃん。というわけでね、次のレベルにしたいと思います。スキャンによると墜落した船の残骸が東と南東にあるようだ。船のコンピューターが役に立つかもって書いてある。え、わ、よく見たらその近くにバイターの巣やワームがいる。ワーム、そうだな、行くしかないよな。でも今の装備ではあっさりと殺されてしまうだろう。ダメじゃん。バイターの巣を破壊するには手榴弾を使ってみましょう。手榴弾を持ちマウスの左ボタンで投げることができる。有効範囲に行く。キュリュー、手榴弾を使うにはとか言ってるけど、手榴弾すら持ってないよね、今どう見ても。持ってないよ。装備を必ず整えること、あ、これか、手榴弾。はぁ、ピコンピコンとか言って、おい、あ、これ気づかれたんちゃう、そういうことだろう。これやべえよ、超強えよ。
愛車もう一瞬でボロボロだもん。装備を必ず整えることとか言ってるけど、自分のハンドガンとこの装備以外にガンタレットが一応あるから、ガンタレットに弾をぶち込むとか。あかんて、これ壊れたらちょっとまずいって。あはははは、オッケーオッケー。とりあえずここにベースキャンプを作ろう。で、弾よこせ、弾。よし、とりあえずね、とりあえず。で、まだ作る段階にはない。こんぐらいあれば、3台あればとりあえず OK だっていうことだから、こうやってちょっとずつね伸ばしていきますよ。よいしょ、怖っ。よし、これさぁ俺の予想だけど、あー投げられる範囲よ。あー怖すぎるって。ふんおいっとーい。あ、やばい、シュルダー投げられるタイミングが、あ、でも意外と思ってる。ふんふんふん、もうシュルダーないよ。よし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 、1個壊れた。ふんすー、ふんおーしよ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 し、ここまでいけばまだなんとかなるでしょう。見せちゃれ。つぶれろ。おーし、ひどい目にあった。うそ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 う、どっから来たお前、どっから来た。どこから来たお前。ここからかい。手榴弾をバンバンが投げるのもいいけど、なんかちょっとずつこれで近づくのもあれだよな。よしよしよし、ここから刻んでいくよ。スタンバイモードに入りやがって。はい、はいはい
今回手際がいいよ俺。ははー、くれー、すーごい勢いで打ってる。これ下側からなんか現れたんだな。危なかった、普通に食い殺されるところだった。さてと、でこれは火薬はロケットの作成に役立つ。ディフェンダーカプセルは敵を狙い撃つ飛行ロボットを召喚する。何それ、敵を倒すのに役に立ってくれるでしょう。ここを拠点にして戦うのに万全の体制にしましょう。そしてバイタの巣を破壊してください。エイリアンアーティファクト、あ、これか。で次は南東のあれを、これか。ここを拠点にって言うけど、もうもはや資源なんて存在しないよね、ここ。ちょっと真面目にこう城作りしないと余裕で滅んでしまうんじゃないか、これ。弾も限られてるし、ちょくちょく来るねこいつら。 OK、 じゃあここを拠点にしようか。ちょっとでん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 、結構今回はなんか自由な街づくりをさせてもらえそうですな。とりあえず弾が球弾できれば一番いいんですけど、これはどうなんだろうね。ロケットとかいうのがある、なんかロケットランチャー撃てるようになってるし、これすごいね。とりあえず弾とかはここでまあ作っちゃえばいいんじゃないみたいな感じかな。あ、中型電池あったわ。ね、発電はしてますけど蓄電はできてませんからね、これ。問題はね、こう夜になったらどうすんだよっていう。結局夜光らないじゃんみたいな。ちゃんと直しておかないと。よし、この小型船の残骸には何かあんのかっていう、何も入ってない。このまま回収できない、降りないと。おお、なんかあるのかねー。木しかないような気がするんだけど。あ、下側に合う。これは石だな。岩。いて。なんか枯れ木みたいなすごいあって。あ、ちょっと待って。ああ。巣がありますね。これ残骸。石しかないよ石と木しかないぞこの辺こんなんで我々は本当に戦えるのか。うわー、しかもなんか呼び寄せてしまった感がある。
まずは可愛らしいお塩でも作りますか。どっからやってくるかもしれないからね。本当はちょっと技術開発したいんですけど、よし、これでとりあえずよ全然なんか光明が見えないんですけど、まあとりあえずはいいのかなみたいな。バイター的にはね、あおう、おいえおいえ、よし、これでとりあえずタレットは守れるし、多分タレットをねすごい距離で食い荒らしに来ると思うんですよね。タレットさえなくならなければとりあえずこの基地は不滅というわけでございますから。ディフェンダーカプセル、これか。これがあるとなんか守ってくれるらしい。南東の次コンピューターを南東、これか、操作するって書いてあるね。いやー、これ間違いなくロケットランチャーとか作った方がいいだよね。ロケットランチャー作るのにすげえ火薬必要じゃんこれ。でも間違いなくこれ必要だわ。よし、とりあえず逃げ帰る場所はできたから、あう、この右下のをちょっと私に触れるな。硬い、通常のバイターとは思えないぐらい硬い気がする。そういえばなんかこいつら気持ち赤いもんな。うわー、なんかこれ岩だらけ、車通れませんみたいな。はあ、石、結局また石、寸がたくさんあるね。ここで戦闘を起こしても自利品になるだけだな。おっ、おほほ、おほほほほ、助かった。南東のコンピューターに行きたいんですけど、火炎放射器の術しか研究するものがない。電池何に使うんだこれ。とりあえず、ほっ、おっ、これがディフェンダーカプセルってやつか。すごい、ついてくる。戦ってくれそうだね。いやー、いやー本当に戦ってくれてんのこれ。全然効果があるように見えないんですけど。やべやべやべ、食いつかれる。
ボーンとか最後には爆発したぞこいつ。ちょっと待って、全く光が見えない。ロケットランチャー作んなかった。あお、ロケットランチャーある。こう距離が出ないとよくわからないな。なかなか使うのむずいな。これのなんだこの邪魔なの。さーて、とりあえず弾を作る場所が必要なのと手榴弾だね。で、マップを見る感じ全くもって何もないので、危ない危ない、石しかないってどういうことだよ。こういうの残骸もしかして砕けんのかな。おおおおおおお、はい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 、バカ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 、これやばいわ。油断するともう即食い殺されるわこれ。はい、というわけでですね、今回はこの辺でちょっと一回終わりにしたいと思います。無事次の目に行ったと言えるのでしょうか。次もお楽しみに。またな。